フィリップ・ド・ロレーヌは、フランス・ブルボン・朝の貴族。上級貴族・イーズ家の一員で、文家のエールブフ公、シャルル一世の次男のアルクール・ハク、アンリの次男として生まれた。美男子であったことから、フランス王・ルイ14世の弟のオルレアン公、フィリップ一世の男色相手として長愛された。シュバリエ・ド・ロレーヌの通称でも知られる。兄・ルイは、父亡き後の1666年に、 アルマニアック博に助せられ、シュバリエはシャルトル教区のサンピエール修道院長職を与えられたが、1658年からフィリップ一世の愛人となりパレロワイヤルに住み着くようになった。この頃、新京都革命で亡命していたフィリップ一世のおば、ヘンリエッタ・マリアと娘で10枚のヘンリエッタ・アンもパレロワイヤルに住んでいた。1661年に、 フィリップ一世とアンリエットは結婚したが、フィリップ一世とシュバリエの関係は続きアンリエットは無視されていた。1670年にアンリエットをルイ14世に残言したダメリオン、次にシャトーディフへ、最後にローマへ追放された。同年にアンリエットは休止したが、復讐を企てたシュバリエが暗殺したとの噂が流れた。翌1671年、フィリップ一世は、 ルイ14世の勧めで、エリザベート・シャルロットと再婚したが、シュワリエをフランスへ呼び戻すことを条件に挙げたため、1672年にフランスへ戻り、フィリップ1世との関係を継続していった。フィリップ1世に対する影響の大きさを利用して、フィリップ1世とリーゼロッテの息子フィリップ2世の教育係を選んだり、1692年には、 フィリップ2世とルイ14世の諸子フランソワーズ・マリーを結婚させた。リーゼロッテは、この結婚について何も伝えられなかったことと、諸子であり身分違いであることを不満に思い、オバゾフィーに宛てた手紙で悲しみを伝えている。その後も、フィリップ1世の側近として仕えたが、1701年にフィリップ1世が死去して、リーゼロッテと和い、翌1702年に死亡した。 晩年は借金で友人に葬式代を持ち寄るほどだったと言われる。着手はいなかったが、諸子アレクサンドルが確認されている。また、メイマリーは、モナコ大公アントワーヌ一世に嫁ぎ、ルイーズ・イポリットを生んでいる。トバリ、P171、P172、宮本、P23、P25、P28、P33、宮本、P187、P190、 P230 ありがとうございます。